あゆなです。今回も実況やっていきたいと思います。ほい、今回も張り切っていこう。あ、おはよう。今日も一日頑張りましょうね。頑張ろう頑張ろう。で、今回は公共事業がもうないので、アミーボカードを使っていこうかなと思います。はいはい、アミーボフォンのご利用ありがとうございます。電話をかける。電話をかけたいお客様の動物の森アミーボカードを下画面にタッチしてください。ってことで、この人、はいね、あさみ様、住みたい部屋のイメージ、直接の相談を希望。直接電話では教えてくれんのか。あさみ様とお話ししますか。お願いしますね。みんなおなじみエイブルシスターズのあさみさん、何かご用でしょうか。たぬきハウジングのアイナさんとおっしゃるんですね。住まいの相談ですか。ちょうどうちでもそういう話が出たんですけど、今他の者がおりませんし、私がそちらに向かわせていただきます。他の者がおりませんし、私がそちらに。相談なしに一人で来ていいの。私たち三人姉妹なんですけど、離れて住んでいて次女が戻ってきたんで、家が欲しいねって相談してたんです。あれか、ケイトさん。ケイトだったっけ。それで、こちらで新しい家を建ってもらうことはできるんでしょうか。希望イメージお任せします。お任せ？マジか。じゃあ、お任せください。え、ありがとうございます。そしたらぜひお願いします。え、って言われた。引き受けてもらえると思わなかったってことかな。では、あさみ様、これから実際にお家のプランニングを進めていきますね。あゆなちゃん、お客様のイメージに合いそうな土地を選んでちょうだい。お客様のイメージに合いそうな土地。一応さ、一応っていうか、エイブルシスターズっていうね、お店をしよるわけやから、街中がいいんじゃないかなと思うのだけど、どうだろう？何今の？あ、トンネルがあるんや、すげえ。街中、なんか良さげなとこないかね。どうだろう？なんかさ、もう別にシンプルでいいと思うの。いいと思うの、誰？ね。どうだ？いや、全然。この辺？違うか。この辺？こっちかな？いやー、あ、この辺でいいんじゃない？ねえ、なんか、向こうの方にさ、家もあって、街中って感じ。まあ、なんか川隔てとるけど。まあ、じゃあ、ここで決定します。それでは、あさみ様、このプランをベースに、現地でコーディネートしましょう。さあ、アイナちゃん、あさみ様を現地にお連れして、あとはお願いね。パチ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 。なんでここでいつもたくみさんは決めるんだろう。こんな大掛かりなことになって、急に緊張してきました。アイナさん、よろしくお願いしますね。ポン。お任せします。ってことだから、まずちょっと家をね、家をこう正面に持ってきて、こんな後ろの方じゃなくて一回一個ぐらい開けとく。一個っていうか半個で開けて、で家の形を一応、あ、虹が出てるよ、虹が。すごい、縁起がいい。いいね、いいね。で、三姉妹なわけでしょ？でかい家がいいよね。大きい家。左が大きい家。なんでそんなコアな感じなの？右が大きい家。二階建て。あ、二階建て。これってさ、あ、消しちゃった。これ二階建ての家ってさ、実際に内装を手掛けるっていう段階になったら、二階分の部屋やるんかな？なんかそういうのってちゃんと変わってくるんやろうか。まあじゃあ2階建ての家で。なんとなくね、パッて映った時に最初可愛いって思ったから、
屋根の色は水色のまんまでいいと思う、私。で、あと、茶色の板壁。茶色いレンガの壁。レンガかな。で、ドア。もう、ポンポンポンって。ガラス窓。これはもうこのまんまでいいかな。柵。柵ね、今のままのこの丸太の柵でも、素朴な感じで、いいとは思うんやけど、どうやろう。他、横向きの丸太。あ、これはこれで可愛い。横板。これはちょっと違うかな。白い柵。私こういうの好きなんよね。なんか、白い柵。よくない？ね、あと、ラティス好きよね、私。あの、前にウェンディで使った。有刺鉄線。有刺鉄線。豪華なフェンス。素朴な感じがいいと思うの。生垣、渋い生垣。何が違う？色が違うだけ。ツタ、あ、これ、これいいんじゃない？ツタの柵。じゃあこれで決定しといて。あとはないのか。じゃあ、まずはあれだな。これ。石畳のラグ。これを、サイズ、M？ いや、S だったかな。こう。違う。こう。あれ？中央に合わねえ。中央に合わないな。こんな感じなのか？で、ちょっともう一個。小さめ。S サイズ。ポンと。いやー、なんかおかしいよね。はみ出るし。あ、ってことは、ってことは何がってことかはわからないけど、石畳で L サイズにしてみて。え、なに？ L サイズになった途端になんか気になるようになった？なんかこうさ、ほら、半分半分でいける。こんな感じのもありなんじゃない？と思った。私。で、あ、そうそう、入り口の方にもやっぱり続く感じでしたいから、ここは S サイズでいいんかな。これを縦に、なんでだ。縦にして、で、ここ、置くでしょ？で、前に誰の時だったっけな？忘れちったけど、なんか針葉樹とか、そういう木でね、道を囲んだんだけど、それを今回は、まあ、あさみさんということで、花にしようかなと。まあ、あさみさんということでって言っても、まあ、細かく言ってしまえば、エイブルシスターズの3人なんだけど、花どこだっけ？あ、花壇置こっか。花壇、どこ？この辺。これ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 。これを、いて。お尻が。これをこういう感じで、置くでしょ？んで、これを、こう左右にさ、二つずつ並べていく感じ。おいしょ。見えねえ。こんな感じで。ほら、この道。もうこれで道綺麗じゃん。ね。いい感じ、いい感じ。んで、なんかこれスペースが2箇所できたから、じゃあこっちのスペースになんかちょっと座れるところを。あ、これ使ってない。カフェのパラソルテーブル。一応あれでしょ？ここに置いてあるやつは、多分外に置く用ってことだし。落ち着いた雰囲気ってことで。これを置いて、で、椅子は、
どれがいい？これ前使ったよね、バスケットチェア。ってことは今回違うのをちょっと、こっちソファーだし。ディレクターチェア違うな。あ、じゃあアルミウッドチェア。で、3姉妹だからこれを3つ置けばいいわけだ。こういう感じで。ね、こういう感じで置いていって。いい感じじゃない？ちょっと座れないけど。まあ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 、座ってくれるでしょ、そこは。で、あとは、さっきの外のやつのとこはもう何もなかったんかな。どこ？ここか。あ、これ、これさ、正直使うとこないからね。ちょっとでっかいモニュメント置いておこう。この辺でいいんかな？あ、ずらしちゃった。うん、こんな感じで。バランスはいいんじゃない？こっち側どうしよっか。こっち側は、あ、これ。ベンチブランコ。もうここに置いてあるやつをちょっと有効活用していこう。一応なんかブランコにはなっとるけど、まああれでしょ。普通に、ベンチ代わりになると思うし、可愛いからいいよね。んで、あ、温室棚。温室棚。てかあれだな、ここ。ここさ、物を置くって考えるんじゃなくって、まあ置くけど、ちょっと待ってね。花壇を。花壇を、こう、まあ、置くでしょ？間違えた。こう置いて、置いて、こっち側も置くべきかな。じゃあ、ここにも置いて、とりあえずこう囲むじゃん。あ、向こうもか。向こう側も。待って。こう囲むじゃん。囲んどいて、からの、こう。こっちじゃないな。こっちか。木の方で、この辺の花を、パーッと。中に、あ、間違えた。一種類じゃなくてね、いろんな花を置いて。こう。まあ、花壇を作るということで。巨大な花壇を。華やかでよくない？あさみさんとかさ、なんか、花好きそうやん。なんとなく。こんな感じで。どうだ？賑やかになったでしょう。ごちゃごちゃ。な、ことはないはず。あ、そうだ、こっちさ、こうやって、まあ、三人が座る場所はできたわけじゃん。そこを、ちょっとさ、あの塀低いからさ、こう、目隠しを、ね、していこう。こんな感じで。これやったら多少目立たないはず。なんで一個だけこっち来た？うん、こんな感じで、目隠しね。ちょっと圧迫感あるかもしれんけど、気にしない気にしない。
で、あとさっきのとこでなんか置けるようなやつは、置けるようなやつ、ここか。ね、花に水やり。じょうろがないからね。まあ、この、周り、ね、家の周り、川が流れてるわけだから、ちょっと塀を乗り越えていけば、すぐに、川から直接水が汲めるわけですよ。超恵まれてない、この家。ほら、ね、家の敷地の周り、ぐるっと全部川だよ。え、いいじゃん、いいじゃん。なんか向こうと隔たれてるけど、隔たれてる？合ってんのかな、日本語。まあ、けど、いい感じじゃない？で、花の種。次に巻くようね。地面に置くべきものかどうかわかんないけど。こんな感じで、温室同士をやっぱ、置く？置こうか。ってことは、ちょっとこれを、全体的に寄せといてからの、こう、ダメだ、下を動かしまくる。これで、もうね、寝ても覚めても花が好き。あさみさんはきっと花が好き。だと勝手に思い込んでおこう。あと、まあ、外に棚もいらない、鏡台もいらない。二階建て、これが本当に二階建てだったら、もう中を盛りだくさんにできるから、外はシンプルでいいと思うんだよね。全然シンプルじゃないけど、今の時点で。あ、これ、物干し竿。エイブルシスターズをやってる、まあ、服屋をやってるってことは、きっと服はいっぱいあるはずだから、自分たちも服をいっぱい持ってるはずっていうことで、まあ、洗濯物を、あ、すごい！この洗濯物ちゃんと風になびいてんだけど、すごいね。でもって、このチューリップのトピアリー、これを目隠し代わりに。でもね、向こうの住宅街から丸見えなんだ。まあ、でもほら、自分家に遊びに来たお客さんには見えにくいから、これでいいと思うよ。うん、きっといいはず。ということだ。てか、トピアリーって何さ？なんかこういうの巨大迷路とかに置いてそうよね。で、この辺もさ、なんか、二人は、え？この人の前にはお花が置かれてるの。で、こっちは特に何も置かれてなくって、こっちはなんか本とコーヒーが置かれてんだね。なんか一輪挿しが置かれてるってなんか、まあ微妙だけど。まあ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 、まあね。え、てかこの風景超いいじゃん。写真写すときまでずっと虹で撮ってくれるかな。ほら、夢の世界じゃないこれ。ね。いい感じ、いい感じ。はい、ってことで、よいしょ。虹と一緒に写った方がいいっていう絵面を気にするやつ。うん、こういう感じで。はい。ということで、今回はこの辺で終わりたいと思います。うん、大丈夫だよね。うん、大丈夫、大丈夫。はい、ということで、よろしければ、チャンネル登録、Twitter フォロー、高評価、よろしくお願いします。順番バラバラになったけど。で、Twitter の方は、動画を見てきましたと一言くだされば、私の方からもフォローを変えさせていただきたいと思います。いつもたくさんのコメントありがとうございます。また次回の動画でお会いしましょう。まったねー。あさみさんもこっち向けた方が良かったかな。まあ、いいか。